この動画には以下の要素が含まれています。それでも平気な方はゆっくりしていってね。どうもゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今日も大の大冒険、キャラクター紹介やっていくよ。それで、今日のキャラクターは、クイーン、アルビナス。これは予告してたもんな。それでは早速アルビナスの紹介、行ってみよう。アルビナスはハドラー親衛騎団のリーダー格を務める、オリハルコン製のチェスの駒クイーンから生まれた存在。女、なのか。本人は性別はない、とは言ってますが、言動や容姿には女性型であるのは確実ですね。他の親衛騎団メンバーと多少違うのは、キングであるハドラーと対の存在であるため、ハドラーの命令や意志よりも、ハドラーの恩義のため、を優先している節があります。尽くすタイプ、なのかな。冷静に戦況を見極める指揮官的な一面と、主のために突っ走っちゃう二面性があるキャラクターですね。なんか可愛く言ってますけど、突っ走った結果めっちゃ怖いですよ。そんなアルビナスが初登場、したのは単行本17巻。超魔生物となったハドラーに、大魔王バーンが授けた5個のチェスの駒。そのクイーンから生まれたアルビナス。大魔王軍前線であるサババに親衛騎団の一員として登場。ノバが初めて戦闘を行った時だな。そのノバにベギラゴンをワイドレンジに放つ。ニードルサウザント。を食らわせると、そのまま対大一光戦。ごつい5だな。ヒュンケルに一撃入れられ激光しているヒムも抑え、対大一光の布陣をアルビナスが敷きます。これがクイーンとしての役割か。本人はチェスの駒に上下関係はない、とは言ってますが。それでアルビナスはヒュンケルとか。ですがこの二人の対決はほぼ小手調べで終わり、ヒュンケルがヒムに虚空戦を使った隙に放った。この毒針を装備していることしか特筆することもなさそうです。毒針。その毒もマームがキアリー、その後ポップのメドローアでブロックが大破。親衛騎団は撤退していきます。え、撤退。親衛騎団の目的は戦闘能力が低い戦士の間引き、事実サババの戦いでは第一項以外はやられました。勇者とそれ以外の力、か。次に登場したのは死の大地のバラン対ヒュンケル。バラン、ヒュンケルの共倒れを狙ったアルビナスは、二人の一騎打ちに横槍入れます。この頃のハドラーって正々堂々と戦いたがってなかったっけ？ですがドラゴンの騎士であるバランとの戦いなんて、ハドラーさえどうなるかわかったもんじゃありません。確かにそうだけど。ハドラーの恩義最優先、アルビナスはニードルサウザンドで二人を攻撃。せこいけど当然っちゃ当然か。ヒュンケルを瀕死に追い込みますが反撃を受け、アルビナスは負傷、そのまま撤退します。ブロックといいアルビナスといい結構負傷してるな。親衛騎団はハドラーの力により修復が可能。なるほど。アルビナスが無事に修復されたってことは、決闘の横槍のこともお咎めはなかったんですかね。アルビナスとヒムの溝知る、だな。そしてバーンパレスへ突入しようとする勇者一行の前、修復された状態で姿を現します。あれ、ダイは。ダイは父親のバランと共に、ハドラーと対峙しています。ああ、この時ですか。ですが先ほどの戦闘でヒュンケルが離脱しているので、親衛騎団4人対勇者一行3人とゴメちゃん。戦闘はだいぶ親衛騎団有利で進みますが、ヒュンケルが戦線に戻ると互角。黒のコアの爆発により死の大地が崩壊するまで、勇者一行との戦いが続きます。裏の戦いが凄すぎてこっちはあまり覚えてないな。そして死の大地崩壊後はハドラー対バーンに加勢しようとするも、ミスト、キルバーンの妨害を受けそれは叶いません。加勢ってもちろんハドラー側に、だよな。もちろん。ブロックの犠牲もありハドラーともども脱出をします。みんなハドラー様を頼む。次に登場した時は3度目の親衛騎団対アバンの使徒。ハドラーと共に戦ったのは初めてだったよな。共にと言ってもそれぞれ一騎打ちとなりました。アルビナスはマームとか。本来、大体ハドラー、ポップ対シグマ、ヒュンケル対ヒム、それ以外がアルビナスの担当でした。意外って言ってもあとはレオナとゴメちゃんだけじゃん。ハドラーたちは人間たちが何人乗り込んでくるかを知りません。そうか、もしかしたらクロコダインやノバなんかも、一緒に上がってくるかもしれないもんな。間違ってロンベルクでも上がってきたら大変でしたね。確かに。このタイマーム戦で初めてアルビナスのちゃんとした戦闘が描かれました。そういえばそうだな。チェスのゲームにおいてクイーンは最強の駒。ルックとビショップの機動力を持ち合わせた駒。だから盤上を縦横無尽に動き回り多くの駒を借りますが、迂闊に動かないのが定石。だから普段はその機動力を封じるため、マントの毛に手足を封印していました。そういうのが反映された姿だったんだな。ですがマームの素早い動きを捉えるために拘束を解除。こう見るとやっぱり女性なんだな。なかなかエッチ。
これもハドラーの心理の反映なのかな。むっつり超魔生物。ベビラボンのエネルギーを拡散して放つニードルサウザンドを、一箇所に収束して放つサウザンドボールを放つなど、身体能力と魔法力の両方でマームを追い詰めます。さすが最強のコマ。そのアルビナスに対しマームも鎧の魔装を使用し、サウザンドボールに対抗し一矢報います。やりますねー。ですが高速を解除したアルビナスの速度は新鋭機団最速。マームの反撃を許すこともなくその速度で追い詰めます。マームが？ですが、高速で動くアルビナスに対して、鎧の破片を浴びせることで、アルビナスにダメージを与えます。あまりに動きが早すぎるというのが弱点。やっぱりクイーンは不用心に動いたらダメなんだな。マームも故郷のネイル村で見た、実際のチェスの定石をヒントに反撃。速度の落ちたアルビナスに必殺技を打ち、アルビナスは敗れます。強い駒であることが敗因、とはな。おそらくこの形態になって戦った経験が少ないことも、敗因の一つとなったんでしょうね。確かに、大概の相手なら手足を出すまでもないからな。このタイマーム戦はアルビナスの戦闘能力もですが、女性としての一面を見る戦いでもあります。どういうことだ？マームはハドラーのために戦うアルビナスに対し、この無益な戦いをやめようと説得をします。確かにバーンとハドラーも敵対してるんだし、敵の敵は味方でいいんじゃないか。ですがアルビナスは応じません。アルビナスは大魔王バーンの敵である勇者一行を殺すことで、バーンにハドラーの除名を請う算段がありました。人間を舐めてるバーンが勇者たち倒した程度で裏切り者のハドラーを直すとも思いづらいが。ですが、ハドラーを救うためには、少ない可能性に欠けるしかありません。確かに、0% じゃなくなるだけで意味はあるのか。あとこういう志楽的な一面もクイーンの、女王様的一面なのかもしれません。女王様。マームは戦闘中もアルビナスを説得し続けますが、アルビナスは聞く耳を持ちません。時間稼ぎにしか思えないか。実際マームは説得中も常にベホイミを発動していたので、結果的には間違いなく時間稼ぎです。こういう時に追撃をしないのは最強の駒であるおごり、ですかね。自分は強いっていうのもいろんな時に口にしてるな。最後にカウンターを食らったシーンですが、マームだけでなくポップやヒュンケル、さらに台を倒し、バーンにハドラーの除名を請うために、勝利を焦った結果なのかもしれません。地面を背にしたマームにニードルサウザンドを浴びせ続ければ、そのうち勝利は見えてくるんだろうな。そしてマームに敗北した後は、ハドラーの最後を代わりに見届けてくれ、と願います。マームも言っているがこれは愛だよな。アルビナスの最後まで見届けたので、ハドラーや他のメンバーとの関わりを見てみます。お願いします。アルビナスが属する新鋭機団、コマの性質上リーダー格となっていますが、熱血感で言うことを聞かないヒム、無口なブロック、命令無視で特攻するフェングレン、そして馬。シグマさんは何にも問題ないじゃないですか。はっきり言って同情します。部下に頭を抱えていたハドラーの精神が反映。さすがにそれは言い過ぎですが、リーダー格はとても大変だったと思います。でも振り返ってみるとそうですね。彼らと違うもう一団、オリハルコン兵士で構成された軍団がありますが、もしかしたらクイーンが指揮してたら、そこそこいい集団になってたかもしれませんね。指揮官があれだったからな。アルビナスをハドラー側につけたバーン様ナイス。そして仕組んであるハドラー。チェスではキングとクイーンだけは盤上に一つ。アルビナスもキングを支えるクイーンとしての役割を確実にこなしていました。キングとクイーンだから夫婦、なんだよな。マームの言っている通りアルビナスがハドラーに向ける、その感情は主従ではなく情愛でしたが、実はハドラーもアルビナスに対し、ほんの少しですが思いを寄せていた。というのがコンビニコミックで明かされたようですが、ウプ主は見たことないので詳しい方コメントください。そうだったのか。ということでクイーン、アルビナスでした。お疲れ様です。アルビナスがハドラーを思う強さ、それが強さの根底にあったでしょうが、彼女がもっと冷静に戦っていれば、きっとマームにも勝っていたでしょうし、その後シグマに苦戦するポップに、不意打ちでサウザンドボールを食らわせられたかもしれません。ヒュンケルは、ヒムを秒で楽々倒してたので、アルビナスが火星に行っても一気打ちかもしれません。サババの再戦か。そうなったら同じく超高速のラーハルトと対戦した、ヒュンケルがちょっと有利に進めそうですね。ダイは、無理そう。ダイとハドラー、対等に渡り合う二人の姿は、アルビナスが追いつけても手が出せなさそうですね。ハドラーの姿に手を出すのをためらわれるかもしれないな。という妄想もそこそこにそろそろ動画を終わろうと思います。次のキャラクターは決まってるのか？決まってません。気長に待っていただけると幸いだぜ。それではここまでご視聴ありがとうございました。
また次の大大紹介動画でお会いしましょう。また見てね。